三国峠は、日本の新潟県南魚沼郡湯,湯沢町と群馬県、利根郡水上町の境を越える、標高1244メートルの峠。日本海側と太平洋側を隔てる、中央分水嶺場に位置しており、新潟県と群馬県の県境であるだけでなく、文化、習俗、言語、風習、食文化から気象に至るまで様々な境界として、機能している。 建国時代の頃は峠を挟んで、越後の上杉氏と関東の北条氏が睨み合った歴史を持つ。上杉謙信の関東遠征のための峠越えを特に、越山と称し、自家古市、土樽越と並んで、軍事的な要衝として重要視された。江戸時代には、越後と江戸を最短距離で結ぶ三国街道の一部として整備され、米や紬、 縮みといった、越後の様々な産物や佐渡へ送られる罪人、無宿人などの輸送経路として、また、越後諸藩の参勤交代の大名行列が通るなど、賑わったが、陶器の積雪、雪崩、夏場の集中豪雨による土砂災害や山岳地帯特有の気象の急激な変化など難所であった。明治時代になると、新越線が新潟と東京を結ぶ主軸となったことや、 清水峠の改削によって一時的に主要幹線から外れるなどしたことで交通量が激減。従来の宿場町は多くの住民が制御の変更を余儀なくされた。昭和になり国道17号の開通により自動車での上越国境通過が可能になると改めて関東と新潟を結ぶ物流の大動脈となる。交通の便が良くなったことで近隣の山野が 切り開かれ、大規模なスキー場ができるなど景色が一変した。その後、関越自動車道の開通により、交通量は再び減少した。ただし、燃料や一部の薬品などの危険物を搭載した車両は、関越トンネルの通行が禁止されているため、現在でもこの峠を経由している。バブル景気の頃には、月夜のインターチェンジから苗場スキー場に向けて、 スキーヤーの車で大渋滞した。現在、三国トンネルの老朽化などに伴って、新三国トンネルの建設が2022年春頃、開通予定で進められている。新人時代の田中角栄が、選挙民向きに行った演説として、三国峠をダイナマイトで吹っ飛ばすのであります。そうしますと、日本海の季節風は太平洋側に吹き抜けて、越後に雪は降らなくなる。 出てきた土砂は、日本海に運んでいって、埋め立てに使えば、佐渡とは陸続きになるのでありますというものがある。地理的には、峠の部分を指す呼び名だが、講義には、関東平野の端部である月夜野から、越後川の平野部の入り口である湯沢までの山間地全体を含んだ呼び名として使われることもある。上信越高原国立公園、群馬県境両線トレイル、中部北陸自然歩道。 上州路三国峠の道、上信越自然歩道、三国路自然歩道、スノーカントリーートレールに指定されている。母新戦争の際には、三国峠の戦いが起こった。三国とは、古来より、越後国、品濃国、上野国の境と信じられていたことによる。付近にある三国山や、新潟側の麓の三国村は三国峠に近い、ためそう呼ばれるようになった。 峠下の群馬県側、新潟県側の両方から、登山道がある。峠上にある三国語音源は、ヤヒコ、赤木、諏訪の三名人を合詞したもの。縁起によれば、縁百年間に、坂の上の田村麻呂が、上の国の白根の俗を討つために、万座に陣を設けた時、上記の三社を祀って祈願したのが発祥で、万座から四万に移り、後に、現在の位置に移動してきた。 三坂は、律令国家時代の国府に至る道筋に見られる、名前で、臼井定光や新田義定の時代には4万から、朝貝に抜ける道、いわゆる木の根宿通りが主に使われていたが、歴史の項で述べるように、上杉氏の時代以降は、現在の峠道がメインルートとして使われるようになった。なお、権元という仏教風の名前は、上杉謙信によって改められたとされる。 群馬県水上町の猿ヶ京温泉、袋集落と、旧、長井塾から峠を越えて三国トンネルの新潟県、湯沢町側までかつての三国街道の山道がほぼ、そのままの形で残されている。県境を通過する、定期路線は2021年現在では存在しない。戦国時代、特に、上杉謙信や北条氏、古法上市。 上杉継承等を描いた作品では多く登場する。また堀部康兵を題材にした一部の作品で、あだうちの場面の物体として扱われることがある。池波翔太郎の鬼平犯課長シリーズでは、大滝のごろぞ親分の初登場エピソードで、研究されている。越後と上州の境にある三国峠の谷底の坊主の湯が頭金の隠し場所の一つという設定。 佐伯木康秀の稲眠り岩根十七巻紅椿の谷ではクライマックスの決闘シーンに登場する。柴良太郎の小説峠の序盤で河井津之助が冬の越後から江戸に出るために雪の三国峠越えをする描写があるがこれは柴の創作で史実ではない。なお実際に河井が越えた薄い峠も峠越えが困難である点で共通している。 南春尾の歌曲、アー三国峠では、三国峠は、歴史の峠と歌われている。丸山京子の、苗場温度で金棒の苗場スキー場などと共に、歌の題材になっている。行恵は、北国気候に、諏訪の海に、ヌサとチラザバ三国山よその紅葉も、神やをしまむと記した。与さ野秋子は1931年9月に、 甲子温泉から籠に乗って三国峠を訪れ、我があるは三国の峠たち渡る霧の下こそ、腰地なりけりと歌った。三国街道の途中にある水場が、秋子清水と名付けられた。小林一茶の新州と越後の言葉の違いを読んだ、川柳、ここは茶と尊馬の国坂日に、上州を加えて、ここは栄葉茶と尊馬の国坂居とする、言葉遊びがある。方言としては、 群馬県と新潟県の境として、スケベイの泣き別れなどとも言われる、地形図などにおける水準点の高さ。暗部の標高は1三百四メートル。水木陽、田中角へその巨前と、巨悪、文芸春秋、二千一年、藤倉智義、図解に新潟歴史散歩、南魚沼 p 十六新潟日報事業者、出版部三国峠を直接記してはいないが、 靴脱ぎの里、ウの里が記述されている、ハット AB、三国峠トラックステーションの閉鎖について、貨物自動車運送事業振興センター、2017年9月30日閲覧、ありがとうございます。